えー、改めまして、えー、皆さんこんにちは。切り絵師俊勘とも言います。切り絵を作って、それを売って生活しています。皆さんの中には、切り絵って何だろうって思われる方も多いと思います。いわゆる普通の切り絵は、一枚の黒い紙を切って、絵の裏側から色、画用紙を一枚貼っています。すると、刃物で切った線が浮かび上がって、一枚の絵画が仕上がります。これは私の作品の第一号です。 学生時代に友達が切り絵をやってまして面白そうだったから身を未満んで作ったのがこの作品ですちなみに私美大出身じゃないんです中京大学の経済学部卒業してます大学卒業後は会社員を3年間やってましたけど違和感感じたんでそこを辞めましてで自分探しの度にイタリアのフィレンツェに行きました右翼曲折の末それまで趣味でやってた切り絵を本職にすることにしました 初めての切り絵を作ってから28年経ちまして、今はこんな作品を作っています。今年の3月に完成させた作品です。ベネツィアのサンタマリアデルラ・サルーテ制度。サイズは 50×100 センチ。だいたいこれぐらいの大きさですね。黒枠で囲まれた部分は一つ一つ色の異なるパーツを貼っています。えー、屋根の部分の丸みをご覧ください。 一つ一つ色の異なるパーツを絵の裏側から貼ることによって切り絵の立体感や遠近感を表現していますこれが作品の裏側です小さいパーツになると 3mm ぐらいの大きさですこの作品全体だと6641パーツ使っていますこのようにかなり手間のかかるやり方で作っているんで私以外でやってる人ってほぼいないと思います ではなぜ私はわざわざ手間がかかる方法で作っているのか。その理由には、イタリアで知り合った職人さんたちが大きく関わっています。フィレントに住み始めて5年目。当時住んでいた下宿の向かいにある靴の工房の親方さんと知り合いまして、工房の見学させてもらったところ、実に面白い。職人工房が絵になるということに気がつきました。靴職人のカロージェロ・マンニーナさんです。 日本でも有名な方なんですけどそれにおごることなく常に謙虚で紳士的職人としての技術だけでなく、えー、人としても立派な方でしたこの方の人柄に惹かれたことが後であの私のライフワークになる職人シリーズを始めるきっかけになりましたその2年後の2002年、えー、イタリアから引き上げたんですけどほぼ毎年イタリアに戻りまして職人公募の取材を続けてます 職人シリーズは 100, 年いや100点を超えました。その中でも今日は特に私にとって重要な職人さんたちを紹介していきます。長金のパオロ・ペンコさん。金や銀でアクセサリーを作る職人さんです。フィラエンタで開かれたある展示会で彼のブースを見たらすごくかっこいいと思ったんですね。何、えー、と言いますか、積み重ねられた伝統の上にさらにあの斬新さを感じたんです。 この作品ではその時に感じた彼の堂々とした佇まいを表現しています翌年彼の紹介でその展示会に参加したんですねフィレンツェで毎年5月に開かれるコルシーニ公爵夫人主催の職人展でした数多くの職人さんたちと知り合うきっかけにもなりましたし2005年にはグランプリを受賞したので私の切り絵師人生を決定づける重要な展示会になりました 次はブロンズのランベルト・バンキさん。ブロンズや真鍮で写真盾やろうそく盾を作る職人さんです。第二次世界大戦直後に小学校を卒業しまして、それからすぐ職人の世界に入りました。現在86歳。当時のイタリアでは小学校までは義務教育だったんですね。この年齢で現役の職人さんを続けているってこのランベルトさんぐらいなんです。まさに職人の中の職人ですね。 今、息子さんが公文の代表を務めてます。土日は休んでます。私がフィレンツェに遊びに行くと、必ずお家に呼んでもらって、お昼間作ってくれます。なので、イタリアンできた親戚のような感じになってますね。息子さんもお父さんによく似てて、一緒に時間を過ごしているとこちらも幸せになれるような、すごくあの優しくて、純朴で無邪気な方たちです。4番目は、川細工のジュゼッペ・ファナーラさん。 コインケースや名刺入れなんかを皮で作る職人さんです。何度かデパートのイベントで来日しているうちに親日課になって、で、40歳を超えてから日本語の勉強を始めたんですね。今では片言の日本語でお店の接客までこなされているんです。えジュゼッペさん、初めて来日した時は日本食がどうしても口に合わなかった。アテンドした日本人の弟子がお餅食べさせようとしたんですけど、嫌がっちゃってもう一口も食べなくて、もう見ていて気の毒なぐらいでした。 で、よっぽど凝りたのか、次の年からは、あの、パンをイタリアで買いまして、スーツケースの中に入れて、で、日本まで持ち込んで、ホテルの部屋でかじってたっていう、すごいちょっと悲しい感じだったんですけど、それが今じゃあなんか、この人親子丼まで食べるようになったって聞いたんで、あの、人間年をとっても変われる人っているもんだなって思いました。紹介したい職人さん、まだまだたくさんいるんですけど、キリがないんでこの辺でやめます。えー、フィレンツァモザイクの、えロベルト・マルチさん。 この作品では生徒に指導しているところを描いています。この人がまああの腕はいいけどすごく人騒がせで困った人だったんですけどね。<laughs> でも彼にもまた他の職人さんたちに負けないぐらい素晴らしいところがありました。フィレンツモザイクの世界ってすごく閉鎖的で他人に自分の技術を教えるってことはあんまり聞かないんですね。でもこの人周りの反発をものともせずに教室を開いて数多くの生徒さんを受け入れたんです。 で、6年前にこの方亡くなっちゃったんですけど、この生徒が今独立して自分の工房を持ってて、そして彼と同じように教室を開いてるんですね。志が受け継がれていってるんです。靴のマンニーナさんからは謙虚さと人としての誇り。彫金のパオロペンコさんからは歴史の重みとその上に新しいものを作るっていう心意気。ブロンズのバンキさんからは日々の積み重ねと優しさ。 革細工のジュゼッペさんからは自分自身を変えようとする誠実さ、えー、そしてフィレンツォの大工のロベルトさんは、えー、自己流を押し通すっていう個性の強さ一口に職人といってもいろんな人がいました2000年からこれまで100人以上の職人さんを切り絵にしてきたんですけどなんで私はこんなに職人さんが好きだったのか、えー、それは彼らの作品はもちろん素晴らしいんですでもそれ以上に えー、彼らが仕事をしているときの表情とか、えー、それから使い込まれた道具、えー、彼らの人となりが現れている工房そのものそれはべてに魅力を感じたからですねで職人仕事といってもその作業自体はうん例えば木や皮を切ったりヤスリで削ったり釘で留めたり糸で縫ったり煮皮で貼り付けたり地味な作業の連続なんですでもどうなんでしょう 真摯に向き合う彼らの表情ってなんと素晴らしいこと。なぜに彼らはこのような大変な作業を毎日続けていられるのか。全員から共通した答えが返ってきます。お客さんに喜んでもらいたいから。これなんですよね。だから私も彼らの思いに負けないように制作します。何も職人シリーズだけではない。モチーフが風景でも人物でも生物でも同じことなんです。 切り合ってて作作ろううとと思えば割と簡単に作れてしまんでも中途半端なものってそんなにあの人を喜ばせることってできないんじゃないかなって思いますだから私は徹底的にやります自分でもうんざりするほどのパーツを作ってこの作品を仕上げました「一切の手を抜かないできる限りの手を入れる」 やらなくても良いことをやる。いかにいらんことをするか。これに勝負をかけてます。ちなみに私、キリエシ瞬間って名乗ってますけど、キリエシってイタリア語で誰がそれをできるのかっていう意味なんです。えー、正確にはキリエッシェって発音するんですけどね。キリエッシェ。ちょっとイタリア人風に発音してみました。 キリエシという言葉にイタリア語でも意味があることに気がついたとき、自分の進みたい方向とつながった気がしました。職人シリーズを描くとき、物が生み出せれる過程を描くことによって、彼らの人生そのものともいえる地味な作業の連続、イコール、日常を積み重ねていくことの大切さを表現できると思ったんです。 彼らのように地味な作業を積み重ねていけば誰がそれをできるんだというほどのものを目指していけるんではないでしょうか以前シャツ職人が私に自分の好きな言葉を教えてくれました手を使うのが労働者頭を使うのが職人心を使うのが芸術家アッシジの聖フランチェスコという人の言葉ですこの言葉は職人が労働者よりも えー、芸術家職人よりも偉いという意味じゃないんです。それぞれの仕事においてさらに高いレベルでこなすには何を使えばよいかということなんです。だからこの言葉は別にものづくりをしている人だけに向けられた言葉ではないんですね。手と頭を使った上でさらに心を使えば芸術的な仕事ができるんです。で、この場合の心とは何でしょうか、えー、それは いかに他人を幸せにすることができるようにそれを使えるかっていうことなんです。現在の日本では効率化重視でみんな気づかないうちにいかに手を抜くかいかに楽をして稼げるかということにとらわれて大切なものを見失っているような気がします。だから私は今だからこそ言いたい。あえて手間をかけよう。あえてめんどくさいことをやろう。 あえていらんことをしよう。そうすれば、日常では気づかなかった大切なものに気づいていけるんではないでしょうか。ご清聴ありがとうございました。